香川県の管理栄養士が基本の具だくさん豚汁を紹介します。野菜がたっぷりとれて美味しく塩分控えめです。県民健康栄養調査の結果によると、香川県民は野菜が約 100g 足りていません。また目標より食塩を摂りすぎています。塩分は控えめに、野菜はしっかり摂りましょう。おまけ。あ、美味しい。味噌少なめです。うん。うまみが出てるから。うん。美味しいですよ。皆さんも作ってみてください。